こんにちは、ゆっこです。去年の大会、試合にですけども、去年は1回参加して、今年はもっといろいろ挑戦したいなと思ってるんですけども、そこで早速気になる大会を見つけたんです。それは何ぞやっていう話なんですけれども、ハンデ制の試合で、ハンデ制っていうことは誰にでもチャンスがあるっていうことなんですよ。大体やっぱそのグロスね、試合が多いんですけれども、ハンデ制だったらもう70代の人とでも対等に試合ができるっていうことなので、たまに100いっちゃう私でもいけるんじゃないのかなと思って、めっちゃいい試合を見つけました。ちょっと動画があるので、説明するよりも見ちゃった方が早いので、ちょっと見てみましょう。代表決定戦、これ女性は女性のレディースティーなんですよね。あります。これは優しいですね。大阪から、福岡から来ました。今日東京の葛飾区の方から来ました。全ての人にチャンスがあるので、とても素晴らしいことだと思います。今日は一生懸命頑張って、その結果を神様にお願いしているだけだと思っております。楽しそう。日本代表ということですので、しっかり練習して、勝ちたいなというように思います。いろんな国の人とね、一緒にゴルフできることを楽しみにしていますので。すごーい。めっちゃ豪華なパーティーですね。すごそう。動画が流れましたけれども、どうですか？今回は決勝はスリランカなんですけれども、スリランカ行ったことないんで、私は絶対に行きたいです。会場は関東、関西、中部、九州の4会場で行われます。で、私は関東の方で、場所が鶴舞カントリーなんですけれども、ここはね、行ったことある方もいらっしゃると思うんですけど、難しいんですよ。結構難しくって、今年1回100叩いてしまって、そこが鶴舞カントリーなんですよ。で、それでも絶対リベンジしてやるって、もう2月に3回とか3月に2回とか鶴舞カントリー入れてるんですけども、まさかの今回のこの会場は鶴舞カントリーなんで、これなんかの縁かなと思って、ということで関東は鶴舞カントリーです。で、エントリー方法はこの動画の概要欄、コメント欄に記載しておりますので、皆さん私と一緒にスリランカに行きましょう。応募待ってます。で、私コース持ってないんですけれども、ハンディキャップは
私は楽天ゴーラの方で撮ったんですけども、まあ、誰でもハンディキャップは取れるので、私はそれで今回楽天ゴーラからやって 14.1 だったんです。なのでまあ90切れたら結構暑いのかなみたいなです。なのでちょっと釣る前では難しいんですけども、まあ、90で回れたらいいなって思ってます。ここでちょっと朗報があります。まだ調整中なんですけれども、2019年のリンゴルフオープンの会場の一つがこの大会の予選会にもなるそうなので、そちらも皆さん楽しみにしててください。調整がうまくいくことを祈っております。関東は3月26日に鶴舞カントリーで行われますので、それに向けてめっちゃ練習頑張ります。こればかりは私もスリランカに行きたいので、ちょっと皆さんに本気の顔を見せたいと思います。よかった皆さんも一緒に参加してください。バイバイ。